どうも、リンカーン中村です。さあ、今回はですね、転換を持っていない方へ、転換に関するアンケートのお願いをさせていただきます。転換を持っていない方が、転換に対してどんな印象を持っていて、どんなことを感じているのか、ぜひ聞いてみたいと思い、今回アンケートを取ることにしました。いろいろ項目を考えたんですが、転換を持っている人からすると、どれもかなり気になる内容のはずです。この動画を見ていただいている方は、おそらく転換を持っている方が多いと思いますので、今回のこの動画、そしてアンケートをぜひ拡散していただけると嬉しいです。そして転換を持っていない方であれば、アンケートを回答していただくことで、転換患者にはどんなことが必要で、どんなことに気をつけていけばいいのか、非常に参考になりますので、どうかご協力いただければと思います。アンケートの URL はこちらの動画の概要欄にありますので、ぜひお願いいたします。それではどんなアンケートなのかをこれから紹介していきたいと思います。まずは性別と年齢の回答になります。アンケートの企画をやるとどちらかというと女性の方が回答してくれる方がやや多い印象です。年齢に関してはどの年代の方にも回答をしていただきとても助かっています。今回はどんな方に回答をいただけるのかとても楽しみにしています。こちらを入力していただいたらいよいよ本題です。あなたの知り合い、家族、友人、同僚などで転換を持っている方は何人ぐらいいますか？転換は約100人に1人の人が持っていると言われていますが、実際のところ周りにどのぐらいの転換患者がいるのか教えてほしいです。回答は選択式となっていて、誰もいない、1人から2人、3人から5人、6人から9人、10人以上、このようになっています。ちなみに僕の場合、僕以外で転換を持っている方は2人ぐらいいます。何パーセントくらいの人が周りに転換を持っている人がいるのか調べてみたいです。続いてご自身の転換についての認識はどのくらいだと感じていますか？転換についてどのくらい知っているのかを教えていただきたいです。こちらも選択式の回答で、初めて聞いた病名、転換という病名くらいなら知っている、どんな病気かなんとなく知っている、どんな病気か多少知っている、どんな病気かかなり知っている、こちらの中から選んでいただきます。これもぜひ聞いてみたい項目になります。続いて、ズバリ、あなたが感じている転換についての印象を教えてください。例、意識を失って突然倒れる病気、車を運転してはいけない、あまり知らない、など、ここで一番聞いてみたかったことを聞いていきます。転換についてどんな印象、イメージを持っているのか。僕自身、自分が転換になるまで病気の存在すら知らなかったので、ぜひ回答いただければと思います。続いて、なぜ上記のような印象を感じていますか？例、テレビなどでの報道、周りの人から聞いた、なんとなく、など、これについても気になります。何の影響でその印象を感じているのか、この回答によっては変えていかなければいけないところも出てくるでしょうし、気をつけなければいけないものもあると思います。特になければなしで大丈夫です。続いて、転換を持っている人はどんなことが大変そうだと思いますか？例、発作が出ること、就職に苦労しそう、車の運転など、実際に何が大変そうと思われているのか聞いてみたいです。ここを回答していただくことで、そうそう、それが大変なんだよね、実はそこは慣れてしまえばそんなになんだよね、とか、いろいろなギャップを探ってみたいと思います。続いて、周りの方が転換を持っていたら正直に伝えてほしいですか？はい、いいえ。続いて、はい、いいえを選んだ理由を率直に教えてください。これもかなり聞いてみたい質問になります。すごい気になります。転換を持っている人って転換を伝えるかどうかとても悩むんです。発作が出なければ普通に過ごせるし伝える必要はないという考えもあれば、発作が出てしまった時に心配や迷惑をかけてしまうから伝えた方がいいという考えもあります。実際のところどうするのがいいのか、ぜひ意見を聞いてみたいです。そしてはいとお答えした方は、転換を告げられる時にはどんなことを伝えてほしいですか？例、どんな時に発作が出やすいか、発作が出た時の対処法など、こちらも教えてほしいです。どんなことを伝えよう、どうやって伝えよう、すごい悩むんです。これが分かれば実際に伝える時に何を伝えればいいのかとても参考になります。続いて、ご自身の転換発作を起こしている人の対応方法についての認識はどのくらいだと感じていますか？これも聞いてみたい項目になります。回答は選択式で、ほとんど知らない、なんとなく知っている、多少知っている、かなり知っている、こちらから選んでいただきます。もちろん
ほとんど知らなくても全く問題ありません。知る機会なんて普通に生活していればほとんどないですからね。ただ一応聞いてみたいと思います。続いて以下の転換に関するイベントについて聞いたことがあるものすべてにチェックを入れてください。世界転換の日、パープルデー、転換月間、これも個人的に気になりました。転換の啓発イベントがあるんですが、どのくらい認知されているのか、ぜひ聞いてみたいです。世界中で行われているものや、東京ディズニーシーなんかでも行われているものがあったり、結構大々的にやっているんですが、果たしてどのくらいの人が知っているのか、回答をお願いします。続いて、転換をより多くの人に正しく知ってもらうために必要だと思うことがあれば教えてください。例、イベントを大々的に行う、 SNS をもっと上手に使うなど、これもアドバイス的な感じで聞いてみたいです。転換を一人でも多くの人に正しく知ってもらう、これは僕が活動する大きな理由の一つですが、現状何が必要なのか、どんなことを行っていくのがいいのか、ぜひご意見いただきたいです。続いて、転換を持っている方とのエピソードなどがあれば教えてください。例、こんなことがあって印象が変わった、こんなことを言っていて残念だったなど、実際に転換を持っている方が周りにいらっしゃる方のエピソードやお話を聞いてみたいです。転換に対する印象って周りの転換患者の印象によって左右されるとも思っているので、どんな言動でどう感じたのか、もしあれば教えてください。特になければ空欄でも大丈夫です。そして最後、その他何かお伝えしたいことがあればご記入ください。ということで、何か感じていることや思っていること、伝えたいことなどあれば自由にご記入いただければと思います。以上が転換に対するアンケートになります。どれも聞いてみたい内容ばかりで、回答していただくことで今後の大きな指針になります。ぜひご協力をお願いいたします。アンケートの URL はこちらの動画の概要欄に貼ってあります。一応回答期限を2021年3月14日までとさせていただきます。そして転換をお持ちの方はぜひこの動画やアンケートの URL を拡散していただけると嬉しいです。きっと気になる質問もあったと思います。集計は僕の方でしっかりとさせていただくので、多くの方に回答をしていただけるようお力を貸していただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。なお、アンケートの結果はまた動画でお伝えさせていただきます。それでは次の動画でお会いしましょう。